はい、それでは、リスナーの皆様、インテグラルサイケデリックラジオ第34回の振り返りを始めていきたいと思います。渡さん、振り返りもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本編、素晴らしかったですね。いやー、そうなんだという感じですね。もうお見事以上にの言葉はもうないです。おー。もうそれくらい、私も未だかつて、あれだけご自身の会見を整理をしながら明瞭に語ってくださった方とはちょっと初めてお会いしましたんで、私自身も今回の34回の本編ちょっと繰り返し聞き直したいなというふうに思いましたし、また小樽さんがもし許可していただけるんであれば、今日のラジオで話した内容の特にサトルから非人間までのプロセスですかね、こちらちょっと自分でも何か日記に書き留めておきたいぐらいだったんですよ。ああ、ちょっと僕もそうですね、書いておこうかな。うん。あ、じゃあちょっとこれは少し私も書き留めてもよろしいですか？あ、ぜひぜひぜひ。ありがとうございます。まあ、それくらいね、ウィルバーのインテグラ理論とか、ね、成人発達の学んでこられたとしても、なかなか高次元の意識段階とか状態の、そこにどんなコンテンツとしての直接体験が詰まってるのかっていうのがなかなか分かんないんですよね、ウィルバーがよく言っているように、やっぱりウィルバーのモデルはあくまでも地図で、地図上にフロー人間って言われてるのとフロー人間に行ってみて体験できることって違うんですよ。今回はまさに渡さんがフロー人間という地図にある街に実際に行ってみて、そこで自分の全存在をかけて見たもの、聞いたもの、触れたもの、これを本当にクリアに説明してくださったんで、まずは本当にそこからの感謝で今日のね、振り返りセッション始めていければというふうに思います。いや、こちらこそです。加藤先生がこう隣にこういてくださって、本当にこうシッターとしての役割、またはあれは一人ではこうきっと到達できなかった、ものだともう自覚しているので、本当になんでもう5時間ぐらいだったんですかね。そうですね、2回目のセッションに至っては、ただ本当にこうなんでしょう、今日午前中に朝食食べながら友人とも話したんですが、きっとこれを人生で一番幸せな瞬間だと思ってもいいと思えるぐらいの時間でした。それはちょっと同じ時を過ごしたとんでもなく、深い洞察というか、もう全身全霊とはこのことかっていう、なので言葉のあらゆる階層が明瞭に見えたので、そうなんですよね。なのでこう感謝っていう言葉を一つにしても、どの状態どの段階での感謝をこう表するかっていうところ、そうですね。本当に、このやっぱ感謝っていうのは小田さんも何度かおっしゃってて、体験中感謝ってそういうことだったのかっていう感謝のものすごく深層的なとこまで触れられたタイミング、瞬間があったんだなっていうのも見てて分かりましたね。ご自身もきっと覚えてるだろうけどね、その感謝のいろんな意味、階層性、本当にもうそういうことだったのかの連発でした。でもうきついっていう意味でのストレスフルとは言わないですよ。ストレスとは言わずに、いや、もう十分、ちょっと今日はもうお腹いっぱい、もう腹八分にしとこうかっていうとこなんですけど、なんか、まあでもちょっともうちょっと追い込んでみたい自分もいるしなっていうことのせめぎ合いで、ひとたび目を閉じて、もう一回音楽に身を委ねると、そこからもう比較的早いんですよね。もう悟るとか飛ばしてっていう感じで。いや、覚えてるな。渡さんもう何回もね、もういいよって言ってたし、何度も見たって言ってるんだけど、私がいやまだいけるって一言言って、そうね、ありましたね。あれはそうもういいよでしたね、本当。でも確かに全部 見れてよかった。まあ自分の中ではちょっとまだ、やっぱ現実世界リアリティに引き戻されて、ちょっと消化できるの今日このぐらいかもっていうことで、こう多分また何かもう一回セッションすればまた出るんでしょうけど、もうその時に同じ状況を見てもちょっと仕方がないなっていう思いもあるんですよね。なるほど。自分が見た景色まで合わせて、到達させたらもう一回見させてもらうのか、うん、またはもうその時にはこう自分で自分の人生を導けるようになってるのかっていうことの好奇心の方がまだあるので、うん、なるほどな、うん、今はまだいいかもしれないですね。なるほど。やっぱこれすごく興味深いのが渡さんもこれ分かったっていう感覚なんですよね。かつ見たっていう表現、これなんですよね、うん、でこれを分かったと見たっていうのを、うん、まあどれだけこのリアリティで伝えるのが難しいか、うん、あれはもう見たっていう感じだし、真相的なものを分かったっていう感覚しかないですよね、あれ。そう、もう知ってたのをまたもう一回分かりやすく見させてくれるって感じなんですね。ああ、うんうんうん、もう知ってた、もうそれもう分かってたけどそういうことっていう、そうなんですよね、うん、なんだろうな、分かってたけどそういうことってちょっと違うもんな、うん、言葉に置き換えるとですよね、うん、分かってたけど、うん、なんかこう自分の中で分かってたとジャッジを、うん、リアリティの世界の中で分かっていたとジャッジしてたけど、うんうん、本当に分かっていなかったことを教えてくれた、その時に、うん、やっぱりそうだったのかっていう意味でも分かったかな。そうなんだよな。なるほど。そうですね。確かにな。私も分かったっていう表現を、この体験をするときには、まあ確かに私のおっしゃる通りで、一つは自分の中では、なんでしょうね。分かったという言葉で蓋をしていたんだけれども、その蓋の奥までは見てなかった。うん、でも、蓋の奥に何かがあるかはもう薄々と分かってた。そういうところを見せてくれたっていうのも一つ自分の中で分かったっていう体験だし、うん、そう、真相的に分かってたんだけれども、それよりもまたさらに深いものがあるとか、でも分かってたっていうね、もうなんかちょっともう言語矛盾になるかもしれないけど、言葉で表現しようと思ったらそうとしか表現できないんですよね。そうなんですよね。うん、その段階での言葉で伝えて、なんて言うんだろうな。本当にスパイラルっていうのをこうよくなんて表現してるなって思うぐらいぐるぐる回ってるんですよね、うんうん、またはこう手前に来て奥にあるものがいつの間にか手前に来てて、手前に来てるものがいつの間にか奥にあるっていう、うん、こう両手を胸の前に置いてゆっくり肘を伸ばしていった段階が、うん、また自分の胸の方に戻ってきてる感じ。なるほど、うんうん、で確かに本当にこの脳がうん、爆発したっていう感覚も、うん、非人間に入るときにはやっぱり必要だったんですね、うん、それは3回ぐらい味わったというか体感して。面白い。そう、うん、これはね印象的なシーンで、うん、やっぱその脳の開く感じ、これは私の言葉じゃない表現で渡さんもお話ししてくださってて、そこちょっと教えてもらいたかったな。またリサのメンバーの非人間に入るときの脳の感覚ですよね、あれ。でも加藤先生がこうパッカーンと全方位的にっていうそのパッカーンでは僕はなかったんですけど、うん、全方位的っていうのはもう激しく同意しますね、うんうんうん、完全に、うん、だよね。あれは全方位的だよね。全方位的ですね。ですよね。だよね。確かに、うん、でもなんていうんでしょう、自分が中心になって、うん、右に左に上に下に斜め上に斜め下にっていう真ん中があって矢印が向いてるわけでもないじゃないんですよ。そうなんですよ、うん、そうそれが大事なんですよ、ポイント、うん、そうなんですよ。でもそこを明け渡した感覚もありましたね、うん、結局自分が主軸となって矢印を向けてる自分っていうのがもういなくなった瞬間ですね、うんうん、見事ですね。だから渡さんのおっしゃる通りで、基本的に私たちで今こうやって意識働かせてる時には額側から見て前方だと思うんですよ、自分の自我が点にあって、はいはいはい、で渡さんのおっしゃる通りで、ここでいう非二元に入る時の脳内現象の全方位性って中心軸とか中心点からっていう感じじゃないんですよね。うんですね。なんか気づいたらもう円だったって感じですよね。無限の円だった。ああそうですね。ですよね。あ今度円って言っちゃうと何だろう、囲われた円っていう感覚でもない円なんですよね。そう別にこう三角四角に対しての丸としての円って意味ではなくて、うん、うんその通りだからこれを表現するとなんかこう確かに最初の非二元の前までには自我があるんで、もうものすごく無限の海にポチャンって自我の石が入ったら、波紋がもう円状にわー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 って広がってきますよね、はいはいはい、多分あんな感じって表現したら、まあリスナーの皆さんもなんかイメージはつくかもしれないですよ。固定円じゃないですか。そうですね、うんうん、うん、どこまでも広がります。海の中の、そうですね、こう、比喩で行くと、自分がこう、船から海にダイブして、うん、最初は波紋が立ってるんだけど、うん、そのままグググググググっと奥の方まで入っていって、うんうん、いつの間にかこう、自分が海に溶けてるような感覚ですね。自分っていうものがあって、うん、右へ左へ向いて、海を感じるっていう状況ではないっていうか、そうなんですよ、うん、だからこれがウィルバーでいうオーシャニックコンシャスネスでそれなんですよね。ほう、大会的な意識、大きな海の意識っていうのがまさに今渡さんが言ったそのままだと思ってて、これがまた別の言葉ではユナイティブコンシャスネスっていうね、まあ、大きな宇宙とか大きな海とも一体化してるっていう。いやだからそれはもう本当に非二元ズバリですよ、渡さんのやっぱその体験。うん。それが3度ってすごいっすよね。そうですね。うん、もうでも僕の中でそこに行ったとしても何も得られなかったっていう感じですね。うんうん、もうそこはもう自分の中にあるっていうのを知ってたからもういいやって感じでした。ほう。結局自分なんかこうなんでいいんでしょう。自分という全身全、なんだろう。全霊性をかけたものがそこに存在するっていうのを感じさせてくれるのが非二元だった感じなんですよ、ね、今振り返ると、うんうんうん、確かに俺はここにいるぞっていう自信、うん、絶対感っていうか、うん、でもうそこは俺知ってるからっていう、多分なんて言うんでしょう、まあこれをある種のうぬぼれと取ってもいいかもしれないし、うん、またはもう自分に自信があるっていうふうにも多分取っていいと思うんですよね、うん、でもその手前の方で言語化された世界をもうちょっと味わいたいって感じだったので、うん、もういいやで降りてきた。なるほど。ただ一旦降りた世界でも、うん、降りた世界の中にも10段ぐらい階層がもうババババババッとある、うん、まあ、10段っていうのは全部10段感じれたわけではなく、うん、グラデーションのようにまさに虹のようにこう色がたくさんついてるのって、うん、もうちょっと鮮明な世界、あ、だんだんなんて言うんでしょう、まあ、10段あるとしたら、一番上がとっても鮮明なんですね。うん、で、下の方がだんだんこう薄い。まあ、これは、なんていうんですか、ビジュアルとしての見えた色の鮮明の話をしてるんじゃなくて、うん、色の濃さの話ではなくて、自分が体感として感じられる、うん、得られる情報という意味での、今、鮮度の話ですね。色の濃さ。うんうん、で、まあ、情報量が多いと言えばいいのか。そうですね。で、一旦非二元に行った直後に降りて来たもの時でないと、うん、濃い世界は見えないって感じでした。うんうんうん、そうだよね。なるほど。うん、ここの小樽さんすみません。その非二元化降りてきた濃い世界は、うん、これはあれですか、目撃者まで降りました。小樽の目撃者で降りて、目撃者ですね。だよね。うん、そうだよね。はい、だよな。そこに感覚グラデーションとしては感覚的にはだいたいまあ10個ぐらいのなんかもう階層、レインボー。うん。10個っていうのは全然実際は知覚してないです。うん、ただ、なんて言うんでしょう。そうですね。10個っていう表現、個数の問題というよりかは、うん、例えば今の言葉で言うと、目撃者から、コウザルの方まで下がっていったときに、だから音楽の段階から飛び込んだ目撃者と、うんうん、だから音楽、その手前って、だから、僕で言うとこの輪郭がいろいろ知覚される段階ですね、うん、そこはかなり大きな差があったんですね、うんうん、で、まあ面白いね、その目撃者の状態の時は、うん、コミュニケーションがなんだろうな、結構はっきり区切られてたような気がするな。そしてでもここら辺ちょっと覚えてないな。うん、ただ非二元に行った後の方が目撃者の状態が鮮明だったっていう感じですね。そうでしょうね。なるほどね、うん、確かにそうだろうね、うん、そっかそっか。これは面白いな。だからやっぱり音楽っていう講座から目撃者に入る時と非二元から降りた時では、うん、やっぱり情報量とか含めた濃さとかは非二元から降りた瞬間の方が濃かったっていうことですか。濃いですね。なるほどね、うん、まあそうだろうな、そうだろうねそうだろうね、うん、なるほど。ここまでよく気づけましたね。いや、もうそれはもう加藤先生のおかげというかせいですよ。いや、何回も生かされたんでいや、もういいってもう言ったじゃないですか。うん、言ってました。何回も分かったで、もういいって、もう何回も見たから、うん、そしてもう分かってるって言って、うんうん、まだ入れますね、横になってくださいみたいな。そうそうそう、聞こえてたんだね、ちゃんとね。いや、もう全聞こえですよ。そしたら渡さん面白いのが、それもういいってって言ってんだけど、私が一言言ったらまた目閉じて入ってくんだよね。それがね、だからいいってっていうのも確かに本当にもう本当にいいっていう気持ちと、うん、でもそう言ってくれなさるんだったらありがとうございますっていうのがどっちもあるんですね、うん、で、うん、ありがとうございます、あ、申し訳ないなっていうのはやっぱりこう本当にグロスの次元に落ちた時の感情なんで、なるほど、一旦落ちちゃうと、うん、もう一回音楽が必要になるんですよね。なるほどな。でも目撃者の状態になってたらもう音楽は全然聞こえてないです。あ、もちろんその非二元ももちろんですけど、うん、面白いね。そうだから僕が加藤先生にね、本当にもう敬語を使わずに、うん、タメ口でジブリじゃねえよって言ったのも覚えてます。面白かったのが、いや、はい、別に私からなんかね、別に敬語じゃなくてもいいよとかじゃなくて、渡さんが自分から、うん、この世界には敬語なんてねえんだよみたいなね、リアリティの世界にはあるけどと、それ以上の世界には、ね、ないんだよとか言って、うん、もうタメ語でいいですかって渡さんから提案があって、私もまあいいかなって思っていいですよって言ったら、まさかあんな感じになるとは思ってなかったんで。もうね、あれは本当にこうちょっとね申し訳ない気持ちです。で笑いながらジブリじゃねえよとか言ってるけどね、面白かったし、あと渡さんの好みの曲かけるためにパソコンの前スタンバってて、そうですね、あれは本当にもう指示出してましたからね。いや面白かった、まだ面白かったのがあって、渡さんが曲リクエストしてくるから。私も必死になって曲変えたり、でそれの後がマジかと思ったのが、私がちょっと正座しながらかなんかでこう曲変えてしたら、はいはい、正座なんてしなくていいんだよって言われて、リラックスしてくれよって言われて、マジかリラックスして座れみたいなこと言われて、マジかとか思って、これね、いや私マジでびっくりしたのが、あれ目開けて見てないんですよ。私びっくりしたのが、あれ心眼が開発されてて、あれ私一番驚いたんですよ。自分にはない能力なんですよ、あれ。なんか見えてるんですよね。そうそう。正座っていう姿が見えてたっていう表現よりかは、なんかかしこまらなくていいですっていう、加藤先生に対しての配慮の言葉として使ってるんではなくて、そういった姿勢をされちゃうと、僕が、ウィットネスの状態に行けなくなってしまうんですっていうことを言いたかったんですね。なるほど。入れなくなりますと、そんなこう、まじまじと、真面目な感じで行っちゃうと、っていう、ところで言ってましたね。なるほど。もうリラックスしてくださいっていう、こう加藤先生の気配を感じてしまうと、いけなくなるんですっていう感じでした。ああ、やっぱあれは気配だったわけか。エネルギーのね。なるほどね。だから渡さん言ってたように、ね、まあ、私も驚きましたけど、波動のようなものが知覚される。ところからのやっぱその気配がありありと分かるんでしょうね。気配の感じ、色とかなんかがね、きっとですね。でもなんか僕もそこでちょっとこう、あ、これは外すこともあるんだって思ったのが、加藤先生のね、今回自宅でこうセッションさせていただいて、目の前にこうデスクの前にこう窓があって、で窓のところこうデスクに本がたくさんこうバーッと積まれてあって、でそこでこう知覚されたのが。あれこの本棚すごいエネルギー出てるなっていう感じで思っちゃってたんですね。で、あ、すごい何かこの辺粒子がめちゃくちゃ見えますってことを言ってたんですけど、右じゃないな、左じゃないな、あ、真ん中すごい、真ん中のパソコンからものすごい出てますねって言ったけど、別にパソコンなかったんですね。目を開けたら。あ、なんだ。だからこれって勘違いすることもあるんだっていうことも気づきました。なるほど。いやちょっとなんだこれって勘違いパターンもあるなって。いやでもね、それ覚えてるんですけど、でも渡さん右左、あれは本のエネルギーをなんか知覚しようとしてたんですか？あれは感じてたんですよね、多分最初は。あ、そうです、なんだか最初目を開けた状態で本があると、で目を閉じた段階でこう粒子がババババババッと見えるんですね。それが加藤先生の方にも知覚されて、で後ろを振り向くと、後ろに積まれてる本棚にはそう感じられなかった。で、今目の前のデスクにあるのが、なんかこう、熱を、エネルギーに満ち溢れてるように感じたんですよね。そうそうそう。そうだよね。いや、だからデスクにあるものを熱量が満ちてたって感じたんですよね。で、開けてみて、最初は開ける前はパソコンと思ってたって感じでしたっけ？あ、そう。目の前、一番真ん中が、そう、パソコンと思ってたんですよ。パソコンと思って、最初音楽かける段階でこうパソコンが前にあったじゃないですか。なので多分僕がなんかそこは自分の感情を投影しちゃったんでしょうね。うん、どの本よりもこの加藤先生という人が溜め込んできた、うんまあ、パソコンっていうのに、まあ、最も強いエネルギーが入ってますってことを多分そこはもう自分の感情として言いたかったんでしょうね。なるほど。サトル・コウザルが見えたという定義しちゃって、だからあれはもう自分のエゴが働いてました完全に。あ、いや印象的だなあれはね。そうなんですよ。なるほど。でもありありと見えたんですよね。だから本当に見えてないものでも、うん、見たいという自分の発達段階ないしは何かが働けば、うん、本当にそういうふうに見えてしまうものなんだろうなっていうことも気づきました、ね、そうそうそう。でもそれでいくと、うん、机に置いてある本の中で私は左でも右でもなく真ん中って言ってましたよね。はい、真ん中がすごかったんですよ。それがだから今後ゼミで扱おうとしてる一番熱量のある本なんですよ。机の上に置いてある。そう、左じゃなくて右じゃなくてと。で真ん中にも置いてるんですよ。そっか。だからその真ん中っていう感覚は合ってるし、また同時にパソコンだったとしても確かに常にね探求で使っているもうなくてはならない友としてのパソコンなので、真ん中よりやや左だったんですよね僕の中では。そうこれね、真ん中よりやや左だよ、この本。これちょっとねこういう話なんかね怪しいと思われそうだからあれだけど、うん、いやこれはだからさっき言ったように、うん、もう見た分かったっていう人だったらもう手に取るように分かる。そうそうとうなずいてますよ、きっと。ああ、じゃあそれでいいか。うんうん、なんかね、そうまだこの本当1日しか経ってないし、どっかで自分の中で結構否定的で思ってたんでしょうね。本当にあるんかい、うん、そんな世界っていうか。うん、そして非人間とか書いてるけど何のこっちゃか分からんよっていう。うんでもそれを信じさせてくれたのは、うん、この本とか概念があったから、うん、今回の体験で、うん、そこに合わせて、うん、なぞるように知覚したからではなく、今回確証を得たのは、はい、もう自分の中でこの感覚って生きてる中でいくつかあったんですね。うんうんうん、それはこう自分のこうセクシュアルな部分にも当てはまることだし、うん、こう日常生活の中でこう目を閉じている時に突然降ってきたことでもあるし、うん、だからそこと似てたから信じることができました。なるほど。文字だけウィルバーだけではまだ疑ってたと思います。でしょうね。そうなんですよ、うん、いやだからそこからどれだけね、確かに文字は大事なんだけども、それを超えて実は自分自身が、私たち一人一人がそういうね、もう近い体験っていうのをしてるんですよね。うん、そうしたところからこの体験をね深めていくとか、これはなんかもう本当にやっぱ大事な、もう革新的なところですよね、それはね。うん、いやあと最後にあれはね、モードとしてはね、敬語とタメ語の中間モードの時に、渡さんが本編で最後に言ってたような中毒の話ですよ。これは中毒なんかにはならねえよなって言ってたんですよ。そうですね、覚えてます。そこね、もうちょっと教えてもらいたいです、やっぱり、うん、大事なポイントなんで。そうですね、うん、なんだろうな、まあどういうふうにいけばいいかな。結局まあ日常生活の例からもうあえてすごい下げて、まあ、下げてっていうか、うん、段階を変えて話すと、うんうん、目の前に、はいじゃあ今月、これが目標ですと、うん、なった時に、はいじゃあここに向けて頑張ろうっていうふうに、例えば月末までの目標として何か、ね、自分の進捗課題を進めていくじゃないですか、うん、でその途中ではいじゃあ、再来年の課題を出しますって言われても、ちょっとまだ今月もやってないのに、再来年の課題出されてもちょっとって感じなんですよね。なるほど。つまり、うん、まだ消化しきれてないものがあるのに、目の前に残ってるのに、うん、課題が山積みなのに、うん、また次の課題を自分で探しに行くかって感じです。もうちょっと時間くれっていう。ですよね。うん、ああそういう意味かな。そうですよね。確かにな。うん、なので、まずある程度までだーっとそこまで方を進めて、うん、もう一回次のセッションしたときには何かまだ近いものが見えたら、うん、頻度を上げるっていうことも一つあるかもしれないとは思うんですよね。うんうんうん、ただ初めてのこの初見でこの世界を、まあ、内的ビジョンの世界を知覚して、うん、わー面白かったな、じゃあまた2週間後にとはなれないと。なれないですよね。でもそこは、うん、またこれをね、自分を誇示する意味でもなく、うん、自分がそこに対して解決したい自分がいたからそう思えるんですよね。うん、またしたいってことではなく、うんうん。やっぱりこれで自分の人生を一歩ずつ前に着実に進めていくべきなんだっていうことを思わせてくれたから、なんて言うんでしょう。この白紙瓶セッションフリークにならずに済むというか、うんうん、ああ絶対者がいるな、ああ安心安心っていう変な依存に、うん、どうなんだろうな、なる人はなると言ってしまったらまたちょっと怖がらせるかもしれないけど、うん、難しいな。これはでも本当に自分が知覚してないから、うん、他の人が取ったらどうかとか。そうですね。うん。分かんないな。うん。その姿勢はでも謙虚な姿勢は大事ですね。いやそれでいくとそのやっぱ絶対感への安心感を求めるっていうのはある種スピリチュアルパソロジーのようなものがやっぱり起こるんで、だからこそトランスパーソナル心理学とか、そうトランスパーソナルな心理療法を学んでおくっていうのが大事で、渡さんは今回そうはならなかったけど、なる人もいるっていうのはちゃんと抑えておかないといけないというふうに私は思いますね。いや。そうですよね、うんうん、安心して終わりっていうのは、または安心を求めにそこに行くっていうのは、あ、これは違うんだろうなっていう自覚はありますね。そうなんですよね。でもそれはこう自分が待っていたものがそこにあったからかもしれないと、うん、もう言えるかもしれないですね、うん、もうかもかもばかりだけど、うんうんうんあでもそれでいくと小沢さんもに同意をするのはやっぱり私もこれ最初の体験の後はね、いやもういいよなって思ったんですよ、アヤワスカの時で、まあ、少しこう時間を空けて、まあ、とはいっても私の場合はもう次のセッションをね確か1ヶ月半ぐらいで摂取しましたけれども、うん、やっぱおっしゃる通りでこの12年間の中で頻度高くってことはやっぱなかったんですね。12年経って最初の体験から12年経ってようやく今度はその科学実験として自分の中での実験として、うん、白紙瓶のセッションの少し頻度を高めていこうっていうふうな今思いを持ってるんですね。なので、うん、そうしたその依存とか中毒症状っていうのは今述べたようなもちろんそのパソロジーに陥る可能性がゼロとは言えないけれども、うん、基本的にそういうところをね陥ってしまうのはまた別の実存的な課題とかシャドーワークの課題とかが残っている場合に依存してしまう、やっぱそんな現象が起こるっていうこと、うん、なるほど。そうなんですよね。そこはちょっと頭に置いておきたいですよね。うん、そうですね。うんうんうん、いやそれでいくと今の話は基本的に自分が体験するっていう話でしたけれども、いや今後渡さんご自身が例えばトレーナーとかね、そこと絡めた時に、うん、じゃあ果たして提供する側に回りたいのか回れるのかと、うん、これはそれについてはどうです？昨日の体験終わってみて。僕はまだ回れないですね。お、そんな謙虚ですね。お、ちょっと教えてください、それ。これはですね、うん、回れない。なんて言うんだろう。回れない。まだしたくない方が適切かもしれないですね。なんとか踏ん張って、もう本当にもうこの後、1ヶ月仕事しないでいいんだったらやるかもしれないですね。おでも現実世界が待ってて、うん、現実世界をこう、いやこれ、まあ、そして、誰のセッションをするかもにもよるわけですよね。本当そうなんですよね。うん、これは、もう本当今回は幸運にも加藤先生という、このね、知った役を務めてもらったからこそ、うん、こんな洞察が得られたし、うん、そうそうそういう世界がありますもんねっていうことでこう、ね、こう多大な失礼暴言を吐きながらもうなんとか終えてこう就寝できたという感じなんですけど、これは相手に対してなんでこう僕自身の疲労よりも相手に対する疲労を感じさせる方が強いってことを知りました。うん、なるほど、うん、そこまではそれはだからこう、うん、分かったわけですね。うん、そうでもそうは言ってもこれ申し訳ないと分かりながらも乗り越えさせてもらわないと、このセッション意味がないっていうことも自覚してたんですね。だからこそ、加藤先生っていう人を信頼して、すいません、ちょっと失礼しますっていう感じで、ガツガツガツっとやってる時間、自分がいますね。なるほどね。なので、それを、じゃあ全然知らない人にされたらどうかって思うと、はぁ？ふざけんな。もう誰に口聞いてんだって多分切れそうです。なめんなよって、このセッションしたからって言って何でもやっていいってことじゃねえんだぞって自分はしたくせに他の人にはそう思いますね。なるほど。もういやそれも含めて渡辺さんお見事だね。いやすごい。なのでここは自分の発達段階を高めるまでもうちょっと待ってねって感じですね。誰かこう希望してくれる人がいたとしても。なるほどな。これは加藤先生じゃないとできないし。この成果自体はシッターの能力に左右されるのはもう 120% ですね。そう思いましたか。もう抜群にそう思います。はあ。そしてこれ、一回、なんて言うんでしょうね。これ、自分がセッションの、例えば100回こなしたからといって、いいシッターになるわけではないっていうことですね。またすごいこと言いますね。シッターを100回やってすごいなって思いたいですね、僕は。いや本当そう。自分の摂取体験ではない。ないでしょうね。確かに。いやそれね、本当昨日私学ばされたんですよ。逆に昨日はなんか渡さんに相当鍛えられた感じがしましたね。初めて見たっていう感じだったから。いやスーパーサイヤ人2までは見てたけど。4になるやつがいるって思ってなかったからちょっと私もあれはこれやばいと思いました。自分の力量これはと思って。これそう僕もそんなこうギャグっぽく言うわけじゃないですけど、これはする側とさせる側のもう勝負だなって感じでしたね。全身全霊をぶつけた。確かに、そうで加藤先生は見事僕に勝ってくれたんですよ。だから僕の最後の最後まで引き出してくれた感じです。もしこれは発達段階っていう言葉にまとめることもちょっとこう歪小化しているような気はするんですけど、本当に人間力というか器がシッターの方がでかくないと実施者は伸びないというか、いいものにはならないでしょうね。ちょっと渡辺さんにはもうなんか深々とお礼を頭下げてるような。いやいや、こちらのこそ。もう、単力ですね。粘り強さとか、しつこさとか、なんかこう、あらゆる要素が必要でした。それはもう、人間の器、度量、単力、気合、迫力、力強さ。あらゆるものが自分よりも、0.5 でも上回っていないと、受け手が食っちゃいます。多分これは。いい表現すんね。そうなんだよな。そう。私も正直、ギリギリのせめぎ合いでしたよ。食われそうになってましたよ。そう。で、それって、もう、これ本当にこう、失礼じゃなく言うんですけど、あれ？ちょっと手抜いてないか、俺食っちゃうぞってのもわかるんですよ。加藤先生に対してですね。ここは乗り越えてこんのかいって、こっちが変に思っちゃうぐらいなんですよね。でも、見事、鑑賞してくれたって感じですね。そう言っていただけるともう本当に何よりだな。これは想像以上でした。だから私は2週間前にやっぱ1回撮ってたから体勢ができてたんですよね。ある種だから1時間半経った後に自分はもう完全にこっち戻ってきたんですよ。リアリティこっちの方に。渡さんどうしてるかなってちょっと見に行って声かけたら、やっぱ渡さん戻ってきたのかって思ったんですよ。1時間半後。そしたら、そっから3時間半だったんですよ、本番が。まさかのと、こっちの現実世界でサイヤ人に戻ったのに、スーパーサイヤ人の方になりやがってと思って、これはね、ちょっと初めてでした、この体験は。サイヤ人とスーパーサイヤ人4でぶつかれたらこれやばいと思ってましたもん。そう。すごかった、好きな。だから正直私も、スーパーサイヤ人4になり上がる人間がいるってことなんで、もうしばらく提供できねえと思いました。いや、もっと、これはね、渡さんのおっしゃる通りで、自分が摂取するだけじゃなくて、シッター体験を積んだり、シッターたるものはこういうことに注意しないとダメですよとか、こういう勉強とかしないとダメですよっていうことをまざまざと昨日教えてもらったんで。そうです。本当多分こう僕のその入ってる状態を、うん、そういったシッターの能力スキルとしてある程度、うん、なんていうんですかね、さばけるっていうのもあるかもしれないんですよ。うんうんうん、例えばなんて言うんでしょう、こうコミュニケーションの時に相づちっていうのが大事ですとか、オウム返しっていうのが必要ですねとか、まあそんな小手先はあるじゃないですか。うんうん、確かに。でもだんだんそういったコミュニケーション取ってくると、あ、こいつここでオウム返しとりあえず使ってるなっていうのもわかるじゃないですか。うんうん、そこを感じさせないような人間力みたいなのはもう、なんか入ってるから感じちゃうんですよね。あ、そうなんだよね。そこ手抜いてほしくない。その手の抜き方が自分の次元をもう一個戻しちゃうんですっていうのがわかるんですよ。うんうん、ぶつかってくれ、ぶつかってくれ。そのエネルギーを自分のもう一個次の次元の方に引き上げたいんです。そこかしこまらないでって感じ。うんうんっていうですね。これね、半端ない察知力になるんですよね、本当に。そう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 。ものすごく敏感に察知するんですよね。うん。そうなんだよな。だからこれは本当に、結局自分が認めてる人の生き方のもとでしかやらない方がいいです。ああ、なるほど。うん。うん、ちょっとそれは肝に銘じたいね。なるほどね。うん、確かに。そうだな。それはでも逆に、じゃあ自分がもし、今後勉強してシッターをするときには、うん、どう考えても相手を選びます。いやーですよね。そうなんだよな。うん、全員いくら金積まれてもやらない。うん、結局自分の魂が削られる気がします。そんなことをしちゃうと。いい表現だ。うん、そうなんだよね。そうですよね。だから本当にこの人をまあなんだろう本当にこう広い意味での愛せるかどうか、そのもとでセッションをして、うん、きちんと愛を返せるかどうかっていうのはもうかなり大事かな。大事ですね。なるほどな。いやだからそれでいくとね、私もまあここからというよりもこれまでも、まあ、本当にこうお相手をね、お互いにその納得してね、自分自身も選ばせていただき、まあ、選んでもらったっていう両方の感覚ですよね。はいはいはい。その大切さを知ったのと同時に。じゃあこれをセラピストとして提供している人たち、まあ、欧米の中で今出てきている、まあこれはすごいとしか言いようがないし、まあ、逆にいけばうまく提供できていないだろうセラピストもたくさんいるんだろうなってことは、はい、そう思いましたね。そうちょっとそのなんだろう、体系化した勉強してない人がそう言っちゃうのもおかしいんだけど、うん、そう感じるのはなんだろう、絶対そうだろって思っちゃいますよね、うん、そこは。ですよね。それどんなコーチングセッションでもどんなトレーニングセッションでも一緒じゃないですか。うん、自分ね、相手の人間力よりも、うん、なんだろう、踏み台にはできるかもしれないけど、うん、脆い踏み台なんですよね、多分、うんうんうん。引き上げてくれると思ったけど、なんだそれは上辺だったんかいってことでまたこう床が抜けるような感じになるっていうか。うん、でも加藤先生はもうガチガチで固めてくれて、グンって押してくれたんで、何回も飛べました。いやいやいや。まあでも本当すごかったからね。いやちなみに渡辺さん、うん、話しかけた時がもう1時間半経ってたんですけど、あの時まではどんな知覚現象が起きたんですか。そこの時ももう目撃者の日に逃げとか入ったんですか。ずっと目撃者でした。あの時までは目撃者ずっとだったんだ。そうだから行けなかったまあ。ただ、非二元って、まあ、正直時間感覚何も分かんないですね。で、目撃者も分かんない。うんうん、で、もう一個手前だったら、あ、音楽をそろそろ終わったな、クラシックだからなんだろう、10分くらいとかっていう感じはあるんですね。うんうん、でももう目撃者まで入ったらもう音も聞こえなくなっちゃうんで、うん、非二元なんてこう、時間っていう概念も、重力っていう概念ももちろんないので、もう一体何時か分かんない。だから終わって8時って言われて、え ?8 時ですかって感じでした。ですよね。午前中じゃないのぐらいなんですよね。なんか言ってましたね。本当。いや。俺もう今から帰って寝るんだ。今日何もしてねえのにな。なんかそんな感じなんですよ。いやー。これ言ってましたし、最後面白かったのが、もう帰ろうって言ってました。いやでもさすがにちょっとそこまだ目閉じたら入れそうだったから、ホテルまでね、一緒に行きましたけど、発言面白かったな。もう帰ろうとか言って。あれは笑ったわ。いやーでもすごかったしか本当に言わなかったな昨日。うん。いやーでも本当にいや加藤先生でよかったですよ。これもしなんだろうな、ちょろっとなんか2週間のサイケデリックセラピストなんか講習会を受けた人が、うん、じゃあ初めてやりましたとかなったら、多分全然なんだこりゃってなると思います。なるほど。なんか幾何学模様見えましたか、わあすごい見えました、そうこれがあなたの心を表してるんですよなんて振り返りされた時にはもう二度としないですよね。おだからここでやっぱりそのインテグラル理論というか、ウィルバーが残してくれた功績をきちんと終えてる人じゃないと、こう引き上げてもくれないし、なんだろうな、内的宇宙ってこんなもんだよって見せてしまうことってすごく無責任だなと思うんですよね。ああ幾何学模様、ああなるほどね、人間には内的ビジョンっていう幾何学模様が見えるものがあるんだ、これが内的宇宙かって言っちゃうようなもんじゃないですか。あ一番下のとこですよね、それね、幾何学模様ってまだ何かあなたね、そう波動が出てるんですよ、これをあなたの日常生活に、ね、例えばマッサージさんだったら、ね、波動を感じながらやってくださいぐらいのフィードバックしかできないはずなんですよね。本当に加藤先生でよかった、本当に感謝しています。もうそう言っていただけると何よりです。ちょっともう話尽きないと思うんで、ちょっと次回のネタは実はっていうね、その前にまた学ばせられるね、ファーストセッションもあった話があるんで、これはちょっとまたあれだね、渡るさんが日本に帰ってからあれはね、またいろいろ私にも課題をもたらされましたよ。そうですね、でもこれ僕もう忘れないうちに加藤先生のお時間あるときに早いタイミングでぜひですよね。そうあれちらっとちょろっとだけじゃあ少し扱っていきましょうか最後そこ。あですね。そうですね。またもう一回区切ってもいいですけどどうですか。あどちらでも。でも今40分ぐらいなんでもうあですかよかった。まあちょっと行きましょうか。そうなんですよ。まあ実は今回最初に白シビンが含まれているトリュフ、渡るさんであればもうね最高級のものでいけるんじゃないかということで、渡さんをね当日の朝お迎えに行って一緒にそのトリュフとかが売られているお店に行ったんですよね。そしてお店の人に尋ねたら1個しかないって言われてってなったけれども、冷蔵庫の奥からちゃんとね棚の奥から2個目出してもらって、バルハラっていうね北欧の神話の大地の名前が付けられているものを買ってきて、一緒に調理したんですよね。その時には、私がいつも飲んでいるような白シビンドリンクの形、これは白シビンをねお湯で抽出して飲むと。でこれまでの私のバルハラ体験はかなり強烈なものだったんで、今日もちょっと自分自身も心してたんですよね。で実際飲んでみたと。そうするとあれと思ったんですね。40分経って、体が少しちょっとふわっとしたり視覚上ちょっと変化があるかなって思ったんですけど、あれまだ何もサトルの初期段階だなずっとって思ったんですよ。で1時間経って、これはちょっとやばいかもしれないと思って、1時間半ぐらい経った時にまたちょっと起きてきて渡さんに声をかけたと。そうすると渡さんも似たようなある種の本当は 15g 摂取したはずなのにマイクロドーシングレベルの視覚体験しか起きてなかったんで、何か調理のプロセスで白シビンが死んでしまってた可能性があるんですよね。なのでそこからまた私たちちょっとお店もう一回行って、ホランディアっていう過去自分自身でも一番信用していると言ってもいいぐらいのものをもう一回買ってきて、で今度は渡るさんがあれなんですよね、もう一物全体っていうマクロビの発想でドリンクじゃなくてと食べたんですよね。そう私は味が嫌いになったんでちょっと食べることはいつも避けてるんですけど、渡さんはもうそれをねもうむしゃむしゃ食べてて、猿のように食べましたね。あれはね表現それ見事で、でもやっぱたくましさを感じたし、で逆にやっぱりその一物全体で全部を取り入れることによって一番強力に効果が出るんだなっての思いましたね、あれは。それがねちょっとまず1回目のセッションであったんですよね、そんなことが。そうですね。そうそうそう。なんでもそこを、今振り返ってみればそのなんだろう、そういう段階だったんだっていうのも、後で知覚でっていうか感じることができたんですけど、本当幾何学模様が見えるで奥の方に入りに行きたいけど、そこに行ったらもう消えてるの連続だったんですよね。これをサイケデリックセッションっていうのか、なんか思ったよりも全然これでどうさせられる、どうやっているんかみたいななんか模様がよく見えるなみたいな。でそしたらそうこうしてる時に加藤先生が起きたのはやっぱり感じるんですよね。なんかなるほど、こういうのを感じるんだってのは分かったと。うん、ただ、こんなもんなんですかねみたいな感じだったら、いやいや、違う違う、これじゃないんですよ。そう。ってことで、起こしてもらって。ですよね。うん、そうだったね。そうなんですよ。まさにおっしゃる通りで、企画模様とかがあってね、出てきて鮮明になってちょっとこう入っていくことと消えたりするというのはアーリーサトルなんですよね。でも絶対これじゃねえっていうのも分かってるから、うん、あれじゃないんですよ渡さんってちょっと謝りながらちょっともう一回行きましょうって言って、うん、あれじゃねえんだとあれを入ってもらわないと来た意味ないって言ってたんで、でホランディアそう正直なところ本当にこの白シビンとか生き物だしサイケデリックスってやっぱいろんなセッティングとかで分かんないんですよまだ謎が、うん、ちゃんと効力発揮するかでも 150% あれじゃないからあれをしてもらわないあれを体験してもらわない限りはもういかんと来てもらった意味がないってことでもう一回お店行って買ったんですよね。そうそう、うん、で今度はもう渡さんがもうすごかったっすもう椅子の上にドカッと座ってむしゃむしゃとであれ渡さん全部食べてるって 15g すごっと思ってそっからあれに入りましたもんね。見事に滝ブレーの旅が始まりましたね。そうもうだから全然違ったでしょそのバルハラとホランディアじゃんもうレベルが違います。違いすぎですよね。いつでも入れるって感じ、目を開けたら全然こう日常生活に普通に戻れるんですよね、でもちろんそれはそうで本当のことなんですけど、今度目を開けても入れるようになったんですよ。ああ、それがすごいんだよね。それね言ってましたね、本当。うん。うん。だから目を開けてちょっとこう、もうちょっと深くぐっと凝視すると、だからこう粒子が見える段階までいけるんですよね。でもそっから先は目を閉じて音楽を聴いてバイオリンの音とピアノで膨らませてくれて、バイオリンで結晶化させて目撃者、すごいね。でそこから非二元に入る時もあったわけですもんね。そうだからこう非二元から何かを得られたかっていうのはもう、でも本当なんだろう、でもそれこんなもんかなって感じなんですね僕にとっては。それは多分もう見てたからって感じかな。自信とか手応えとか。なんか渡さん、どうぞ。いや渡さんの話聞いてやっぱそうだと思ったの。なんかその結構宗教家とかはね非二元求めがちだけれども、ひょっとしたらそれはね知ってたっていうところが何かソウルスピリットの確認のようなものの可能性もあるって思ったんですよね。非二元っていうのは知ってたっていうところからすると、だから渡さんご自身は非二元よりも目撃者の方に降りてった方がご自身のいろんな気づきが多かったってことですよね。その通りですね。はい。学びに変えられる、愛を感じられる、感謝が溢れてくるのはそこですね。なるほどな。もう非人間まで行っちゃうともう無すぎて、はい無ね、はいはいって感じで、無から何なんだいっていう。そうなんだよね。そうなんですよね。そうだろうね。だからここが面白いのがやっぱりその高次元のさっき渡さんが目撃者のところもかなりグラデーションがあるっておっしゃってて、やっぱその非人間ってある種無だし。無即有有即無っていうところがまさに高次元の目撃者と非二元の行き来のことを言ってるんでしょうね。この無即有有即無って。なるほど、だからそれをね体験してあれだけ明瞭に語ってくれてたのは本当になんか今日は本当にこちらも気づかされましたね。でも2個も取ったからですよこれ絶対。なんで初心者で。いやもういいよが本当に繰り返しました。バルハラが最高級のものが準備運動になり、そうバルハラで本当に増幅したんでしょうね。で本当にこう頭が震えること、手の軽いしびれまでいかないですね。膜張った感じがやっぱり分かってて、膜張った感じ。いやすごいわと思って。いやでこの時にこう半風みたいな半風足を組んでる状態になっちゃうとグロスを感じちゃうんですよね。はいはいはい。なるほどね。グロスが大事ってやっぱりそっちに引き下ろされちゃうからグロスが大事なんだって。運動って大事だよねってのも降りてきては感じてましたね。いいトレーナーっていい仕事だったんだなって。でも本当にこれが入り口だったんだってことも、洞察の中の一つですし、そうだですね。なるほど。でも寝ればいいやんって感じでしたね。結局その瞑想ができる体を作るっていうことももちろん大事かもしれないけど、まあね、食べたら寝て感じれるし、でも食べないで瞑想だけで到達しようとしたら、それはクロスの鍛錬が激しく大事だな。ですよね。そうなんですよね。確かにね。そうだからなくていけるのはね、さっきの本編でも言いましたけど、本当すごいですね。すごいですよね。これが。ただ何がマインドフルネスやとかっていうのは自分で切れてましたね。言ってました。分かって言ってんのかいって。そう。言ってましたね、あれ。あれはそのマインドフルネス。これちょっとそこもちょっと私もうちょっと教えてくださいよ。あれ、そう、印象に残ってた、その言葉も。いや、例えばもう今僕らがこう、軽く目を閉じて、今を感じましょう。で、その今を感じましょうに、果たして何段階あるんだっていうところですよね。で、その何段階で、自分に学びが訪れるのかなとか、愛を自覚できるのかなって、マインドフルネス、じゃあ毎日5分間座って瞑想、それで到達できるんかなっていうのが激しく疑問ですね。なるほど、そういうことだったんですね。何がマインドフルネスやって言われて、こっちに攻撃的に言ってる言葉かなと思って、いやいやいや、でもあらゆることにこう、若干切れてましたよね。そう。だからあれは、なんでしょうね。怒りっていうのも何かその憤りとか、より何かもう少しこう、私からすると高次元のエネルギーに満ちてたんですよね。それはね、印象だったな、マインドフルネス。いや、あともう一個、せっかくだから、渡さんに、多分これ私に向かってたのかわかんないですけど、内的ビジョンの中で、偉そうにってあったじゃないですか。覚えてます？あれはね、私に向かって言ってんだろうなってちょっと思ったんですよ、あれは。いや、加藤先生に向かってっていうよりかは、あらゆること、あらゆる事物に対して多分僕言ってたんですよね。だからこう、なんて言うんでしょう。この具体例ってなんだろうな。何を思ってるかな。なんでこう、だからこう、なんて言うんでしょう。これはまあ、発達段階、その4から5あたりのことに対しての多分、こう、憤りだったんですけど、自分の価値観が絶対正しいっていうことの、その正しいってどっから発したもんなんじゃいっていう、切れてたんですよね。もう例えばそれは、ね、こう一つはコーチングだったとしても、全然知らない世界ですけど、もう仮にこう例を挙げさせてもらえるならば、組織開発にしても、どの段階で物事言ってんだいっていう。でも、どの段階で物事言ってんだいって、さばいてる自分の段階ってどうなんだってのも分かりながらも切れちゃうんですよ。なんか見てきちゃったからなっていう。でも、その見てきた世界って自分の感情、自分の段階が投影されただけじゃないかなっていう揺らぎもあるんですよ。なるほど。なので、そう考えれたら大変でしたね。そっか、そういう意味でおっしゃってたんですね。いや、言葉を発したところだけはね、もう偉そうにしか言ってなかったんで、でその後例のね、ちょっと笑いが来て、いや、その後私、あの夜は、あれは確かに、いや、それは全ての事物だったらね、当然これはもう誰しもに当てはまることで、そうかなってちょっと反省した自分もいたんですよ。ラジオの中とか、ゼミナールの中で、確かになんか、自分自身も偉そうに振る舞ってなかったかなっていう自己反省があって、これはでも誰しもがそういうね態度を取ってしまうことってのもあるだろうから、それも含めての全ての事物で、私に対しても自分に対してもなんか建設な批判反省ができた、あの言葉はなんか印象的でしたね、渡さんの。そうなんですね。でも、なんだろう、こうみんなねどの段階も通ってるから。どこでも多分尊重されるべき段階があるんだろうけれど、なんかこう、ね、人を貶めたりとか、なんだろうな、でも綺麗な世界を本当にこう感じれちゃったんですね、その、そのウィットネスの段階で、目撃者の意識状態の時に、うん、もう本当にあそこにはこう学びと愛と感謝しかないっていうことから降りてきた時に、うん、いろんなことがこう、なんか感じれてしまうってことへの憤りかな。なるほど。うん。学びと愛と感謝。うん。そうなんですね。でもそれが本当に大きな気づきでしたね。うん。うん。あ、その学びっていうのは、まあこのなんていうんですか、まあこう自分が見た世界でのその学びと愛ってことなんですよね。で、そのじゃあ学びとは何かっていうと、まあそこの自分が今回感じれたもの、そして自分が以前を体感していたものをもう一回見させてくれたもの、うん、それをちょっとでも一人でも伝わるように学んで、うん、こう自分の言葉で解釈して発信していこうということへの学びをしたいなっていうこと、うん、いいですね、うん、で愛は何かっていうと、うん、それを待っててくれた、それは個人を特定しての愛ということではなくて、うん、うん、自分の人生をそういうふうにこう受け止めてくれる、うんうん、まあ自分がいたっていうことでもあるし、うん、それは同時にこうなんだろう、船でニコニコしながら待ってくれた加藤先生の気持ちでもあるし、うんうん、で感謝っていうのは、まあ、僕の中ではその愛の中に感謝が含まれている感覚にちょっと近いんですが、うん、いやありがとうございますっていう。でそこに申し訳なさはなかったんですよね。でもちょっと下がると申し訳なさが出てきたんですよ、うんうん、俺一人ではできなかった、よくぞ頑張ってくださいましたっていう、なんか結構感情爆発ゾーンですね、ウィットネスの浅い状態が、うん、でもウィットネスの高いところまで行くと、うん、そういった気持ちしか現れないっていう、うん、いやー最後にもう今日の振り返りセッション締めくくるに何かもうこれ以上のない言葉をまた最後いただきました。いやちょっと当初はね45分と予定してましたが、昨日のセッションも私の中では渡さん今日はね5時半まででってね言ってましたけど、8時を過ぎたぐらいに話も体験も尽きないわけですけども、まあ、ちょっと今回のね振り返りセッションも60分近づいてきましたので、今回の振り返りセッションもですね最後また小樽さんの言葉で、クロージングできたらというふうに思います。ではですね、私からいきますね、リスナーの、皆さん、そして小樽さん、振り返りのラジオをですね聞いていただきどうもありがとうございました。まあもう本当に今日は本編もそうですし振り返りのセッションもそうだったんですけども、まあやはり何も付け加えることはないです、私からは。それだけこう昨日の渉さんが下ろしてきてくださったこと、渉さんという、一人の素晴らしい人間を通して下ろされたものを本編と振り返りで惜しみなくシェアをしてくださっていて、まあ、今日は渉さんと一度も顔を合わせていないんですけども、やっぱ昨日の体験を終えた後なんで、まあ、通称アフターグローっていう終わった後の光ですよね、まあ、なんかこう光り輝いてる感じがずっとあるなと思ってて、まあ、今日は本編も振り返りも、まあそのこう光を見ながら光に包まれながら、まあ、お話を聞かせていただいたことにですね、本当に、感謝してます。渡さん、改めまして、この振り返りもですね1時間ほど、貴重なお話をしていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、リスナーの皆さん、そして加藤先生、今回も、お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今回のセッションはですね、本当にこう、うん、まあ、日本人であれば多分稀なケースの語りになったんじゃなかろうかと。うん、で、ここからですね、もし興味がある人は、ぜひとまでは言えないですけど、情報を集める段階から、なされてもいいんじゃなかろうかというふうに感じております。うん、で、僕が本当にこう、そういうことか。なるほど、そうだったのかと言ったことは、うん、見えた世界をもう一回表現したいから、再現したいから絵を描くんだな、音楽を奏でるんだな、学びをして、埋まらないと分かりながらもその言葉のピースで、うん、この宇宙を埋めていこうとしている過程だったんだなっていうことを学べた。だから学びをするんだっていうことの、まあ、学びだったんですね。うん、そしてそれをさせてくださることへの感謝であり、うんうんまあ、それも含めて愛と言おうかっていうところ。まあでもそういった自分の内側にあったものがもう一回顕現させてくれるっていうこの経験は、まあ、間違いなく僕の人生で最も重大なライフイベントだったなっていうことは確信を得ていますと。うん、ただ、まあ、もし皆さんね、もしされるときはくれぐれも知ったの人はくれぐれも重要に選定をなされてくださいということをこのアドバイスとしては付け加えておきたいですね。今回僕は幸いにしても、最も尊敬できる加藤先生という人がそばにいてくださって、自分の胆力をはるかに超えてくれて受け止めてくださったからこそ、僕が本当に実りある、その言葉だけでは片付けられないぐらい大きなものを得られたというところですので、まあ、本当に安易には進められませんが、うん、大きな学びであることは間違いないということですね。うんそしてこの場を借りて改めて加藤先生に感謝の気持ちを述べたいと思います。ありがとうございました。渡辺さん、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。